淡路島の玄関口、淡路ハイウェイオアシス。ここには世界に一つだけの自販機があるんだとか。あーたたたたたたた、ありましたよ、自販機。あー、なにこれ、竹ちくわ。なんと中にあったのは竹やんという名の竹ちくわ専門の自販機じゃありませんか。自販機の横には世界で唯一の文字が。お値段は1本200円。マチャール、早速購入。お、冷たい。私初めて買いましたっていうか、竹ちくわの自動販売機があるなんて初めて知りましたよ。ではいただきます。おー、おいしいですね、この竹ちくわ。ほんのにね、磯の香りもしますしね。ちょっとこれはね、一杯やりたくなりますよ。と、売っているちくわはすんばらしいのですが、自販機のボタンは故障中だらけ。さらになぜかお札が貼られているんです。というか、そもそもどうしてちくわを自販機で売っているのか。管理している辰谷さんに聞いてみると、こちらの竹ちくわの自動販売、明石海峡大橋が架かる前にですね、淡路島を結ぶフェリーボートがあったんですけども、その仙台売店とそのフェリーターミナル の港に10台設置されていたのが始まりなんです。明石海峡大橋ができるまで、本州と淡路島の間にはフェリーが頻繁に行き来しており、港や船で売られる竹ちくわは人気のお土産でした。しかし1998年、明石海峡大橋が開通するとフェリー便数が減るのとともに自販機も減り、ついに最後の1台に。せめてこれだけは残しておきたいと、ここに設置されたんです。これちなみにですね、故障中が 1,2,3,4,5,6,7 とありますけど、はい、この故障はもう治らないんですか。この故障は治らないです。治らない？治らないです。さすがにこれを作ったもうメーカーさんがもう亡くなってしまってますので、あら、大事な部品が故障してもう代替のものがないというふうなことになりますと、まあ、もうこれはもうそれで終わりというふうなことになります。